井口アリア、井口アリアの共造。井口アリア大正12年3月25日は、石川県金沢市出身の機械工学者。東京大学教授。1856年加賀に生まれる。1882年に、工部大学校機械科第4期を主席で卒業し、工部大学校助教授。その後は、海軍機関学校、海軍大学校の教官を歴任した。 1894年にヨーロッパ留学し、1896年に帝国大学教授となる。1897年に日本機械学会を設立、1899年に工学博士となる。1905年に渦巻きポンプの研究を発表、1909年には帝国学士委員会員となる。公衆学校の設立に参加。 1912年に畑山一世と共同で井の口式機械事務所を創業。1914年1月29日には流体機械の改良に関する特許を取得し、井の口式渦巻きポンプを実用化した。このポンプは一般社団法人日本機械学会により機械遺産に認定された。ありがとうございます。